皆さんこんばんは、デンノコ天使チャンネルのデンノコです。今回は少年ジャンププラスに連載している人気作品であるダンダダンのキャラクターについて掘り下げていこうと思います。漫画大賞2022年にノミネートされるほどの話題の作品になり、今後おそらくアニメ化なども十分あり得る作品かなと思います。個人的に非常に面白い作品で、ネタ的な要素、感動、個性的なキャラクターなどバランスが良く、内容もそこまで難しくないので、幅広いファン層を魅了する作品だと思います。今回はね、前々回高倉健についての動画を上げたんですけれども、主人公ですね、もう一人の主人公である綾瀬桃についての現段階で分かっている詳細を加えて、まあ、今後の展開もね予想していこうかなと思います。まず作品のね概要を簡単に解説していこうかなと思います。ダンダダンは立つ雪の上による日本の漫画作品になっております。幽霊の存在を信じる女子高生、本作の主人公兼ヒロイン綾瀬桃、今回のテーマになっている主人公ですね、と UFO を存在を信じるオタク少年レオ高倉健オカルンが怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル漫画となっております。2021年4月6日より連載しております。最新話の更新ごとに100万閲覧を突破するなど、スパイファミリー怪獣8号に次ぐ同サービスの看板漫画になっています。作品の展開としては、一つの事案もしくは出来事、怪奇現象に応じて何とか編という形でストーリーが展開していく物語となっております。では早速ね、そんなダンダダンの主人公である綾瀬桃の能力だったり詳細という部分を解説していこうかなと思います。こちらね、綾瀬桃なんですけれども、高倉健が大好きな高校生であり、高倉健は芸能人の方ですね、はい、両親がいなくて霊媒師のおばあちゃんと二人暮らしをしています。硬派な男がタイプで、顔が高倉健に似ているクズな彼氏と交際をしていました。一見チャラチャラしてそうな感じなんですけれども、もう一人の主人公高倉健オカルンがいじめられているところをかばうほどの正義感を持っています。これが二人の出会いにもなっています。宇宙人を信じていないが幽霊は信じている桃、幽霊は信じていないが宇宙人は信じているオカルンの戦いがここから始まります。それぞれオカルンは幽霊が出ることで有名なトンネルへ行き、桃は UFO スポットで有名な廃病院に行くんですが、結果オカルンはトンネルにいる幽霊に取り憑かれてしまい、桃は宇宙人連れ去られるというフラグ回収の鬼もびっくりの速度で展開していきます。そして桃は昔おばあちゃんに言われた気を出す方法を思い出し、超能力に目覚めました。おばあちゃんが本物と分かり感動する桃と、宇宙人に思いっきり蹴りをかましてスカッとしたり、オカルンが高倉健という名前と知りドキッとする桃の表情を見て笑ったり、感情が渋滞する第1話はいい意味で初めてだったと思います。そんな相方の高倉健と名前で呼べないから、オカルト好きのオカルンという名前付けの親にもなっています。そこからボロボロになった二人は桃の家へ行こうとなるんですが、おばあちゃんが霊媒師なだけあって家は神社となっています。入る時に札を剥がしてまた一悶着あるんですけれども、ここで頭だけコントロールできるターボババアかっこオカルンが出来上がります。この時で体を張る桃かっこいいので、ぜひともね原作を見てもらいたいなと思います。結果的に桃のおばあちゃんが帰ってきて、暴走したターボババア、まあかっこオカルンなんですけれども、それをボコボコにしました。それからオカルンを元に戻そうとターボババア本体を倒そうとするんですが、おばあちゃんの成功に止められます。それでも高倉健なら 100% 助けると短歌を切り、しっかりと自分を持って助け出す友達思いな桃、最高に痺れますよね。第4話から細かい超能力の説明が入るんですけれども、桃はこの時見えないとその対象に超能力が使えないことや、炎、まあ、各オーラですね、を掴んで動かせるというものでした。こういう能力の説明は個人的にすごく好きですね。はい、炎とかオーラっていうのはまあちょ中二心ねくすぐったりします。その後にターボババアはオカルン越しに見たものを呪い殺せることを知ります。その手は唯一の家族である大好きなおばあちゃんまでも傷つけられたことを知って怒るものは、めちゃめちゃ主人公っぽかったなと思います。その後ターボババアのいるトンネルへ行き、そのターボババアを煽るのもかっこいいですよね。ピンチになっても見えなきゃ超能力は使えなかったんですけども、集中したら見えなくても使えるようになりました。この土壇場の成長は少年漫画によくあるんじゃないかなというので、僕は嫌いじゃないですね。このシーンはね、結構ね実際熱くなってしまいました。起点を利かしていくのも桃の長所であると思いました。絶対絶命の時でも諦めないパワフルガール的なところが非常に強い桃なんですけども、もうターボババア編でもう私はね桃がね主人公だなっていうところで虜になってしまいましたね。あと毎回忘れそうになるんですけども、ちゃんとしたラブコメディでもあります。恥ずかしながらも笑顔で自分から行く桃はすごい、ここは惚れてしまうよオカルンって思ってしまいますよね。そこで素直になれないオカルン、すれ違う桃で、9話の話は本当にそんな感じでした。ドギマギしてニヤニヤが止まらないようなほのぼろする回でしたね。第9話ね非常にもじもじするんでおすすめです。まあ、そんなこんなで最新話まで大活躍してるモーなんですけれども、これからもモーの起点で切り抜けていく主人公っぽさがずっとあるので、続けていくのではないかなと思います。それよりねやっぱり能力の向上の方が個人的には興味が非常にあります。今のところではね拳でしか能力が発揮できていないので、覚醒した時みたいに全身で使えるようになったらものすごくかっこいい戦いになるんじゃないかなと思っております。
まあ、前身になるとね、まあ、ジョジョのスタンドみたいになっていくのかではないかと思うんですけれども、まあ、いい感じにこう期待を裏切ってね、いろんな方向に行ってほしいなと思います。まだね、見ていて伸びしろしかない能力なので、どんな感じになっていくのか期待が膨らんでいます。あとはね、同レベルなのに気になるのが、本当に高校生なのかという言葉選びについても非常に気になります。であとはね、能力分に関してはやっぱりね、今後ね出てくるとすれば、やっぱオカルンとの合わせ技だったりとか、もしくはその制限がかかるような、オカルンの場合は2回本気を使ってしまうと結局もうちょっとダウンしてしまうんですけれども、まあ、このモムに対してもやっぱりの体制的な部分というか、結構ねもっと強くならないと多分倒せないとか出てくるんじゃないかなと個人的には思っています。なので、ね、このあたりね非常に今後展開としては予想されるんじゃないかなと思います。であとはね、おばあちゃんのね聖子がやっぱかなり強力な力を持っているので、まあ、その辺で、まあ、オカルンと一緒に修行するみたいなね、まあ、ジャンプ展開的な要素も今後加わってくるんじゃないかなと思っております。もう一つパターンとしては、綾瀬桃っていうのはやっぱりどうしても幽霊は信じてて宇宙人は信じてない、結局でも宇宙人信じることになりましたよね、結果第1話から。でその伏線として宇宙人と何かしらのコラボレーションをすることで力を発揮していく可能性も全然考えられます。例えばなんですけれども、途中で出てきたその宇宙人なんですけれども、結構その宇宙人にもストーリーが結構あって、その中で繋がっていく上で、こう、桃と共闘してね、何かを成し遂げたりとか、もしくは大きな敵に立ち向かう可能性もあります。であとね、ジジもね、出てくるんで、ジジがちょっと敵になるか味方になるかちょっと今わからない段階なんですけども、もし敵に回った場合は、ジジに対して何かしら強い力を発揮して倒す、もしくは取り戻すっていう形がね、全然あると思います。例えば、憑依したものを取り除くとかね、そういうパワーも今後もね展開としてあり得るんじゃないかなと思うので予想してみました。はい、では今回ねこちらね綾瀬桃について簡単に解説してきました。まあ個人的にねやっぱいいと思うシーンちょこちょこあるので今回も紹介していったんですけれども、まだまだちょっと謎が多いというか、これだけのね能力でこの話が展開していくとちょっとね、詰まってしまう可能性があるので、どういう展開になるのか非常に気になります。ぜひね皆さんのこの今後綾瀬桃がどういう風に進化していくのか、もしくはどういう展開、オカルンとどういう関係になるのか、まあ多分オカルンとあんまね距離感というのは変わらないと思うんですけども、ぜひねその辺何か思うことがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。ぜひ皆さんでダンダダンを盛り上げていきましょう。はい、では今回以上になります。ではまたどこかで会いましょう。さようなら。